皆様こんにちは、高市早苗でございます。まもなく7月8日は安倍晋三元総理のご命日、三回忌となります。で、まあ、私にとりまして安倍晋三元総理からの、まあ、遺言ともいえるテーマがございます。安倍総理がご生前何度もおっしゃっておりました、夫婦別氏制度、まあ、いわゆる、選択的夫婦別姓制度と、まあ、世の中で言われているものですが、まあ、夫婦別氏制度だけどさ、あれはダメだよ、高市さんが法務部会に提出した法律案、あれを成立させればいいんだよと、いうことをおっしゃってました。まあ、私が法務部会に、提出した法律案、まあ、ここにございます。で、この法律案なんですけれども、まあ、実はまあ、名前は婚姻前の氏の通称使用に関する法律案というものでございます。で、この法律案では、まあ、今と同じように戸籍上の氏、まあ、つまり、戸籍に書かれているのは夫婦親子同氏であること、まあ、つまりファミリーネームは、そのまま維持をしながら、婚姻前の氏を通称として使用する届け出、まあ、今でも通称使用届けっていうのを出せますよね。まあ、その届け出をしたものについては国、地方公共団体、事業者、公私の団体は婚姻前の氏を通称として称するために必要な措置を講ずる責務を有するというものでございます。ですから、まあ、私が、自民党法務部会に審査をお願いして出した、まあ、この法律案、まあ、これが成立しますと、まあ、国も、地方公共団体も、公私の団体も、まあ、事業者も、どうしても自分は、婚姻前の氏を使いたいと、ちゃんと届け出をしてますよと、まあ、いう方に関してはですね、それができる環境を作る、まあ、責任を有することになります。で、この法律案書いたのは、最初に書いたのはすごく、古い、ものでした。2002年に最初に、提出をしました。その時はですね、通称を使うことすら許さんという、超保守系の、議員が何人かいらして、他方ですね、通称使用じゃなくてもう戸籍から分けようと、まあ、しかも戸籍上の夫の、氏、まあ、名字ですね、これとそれから住所で、戸籍上の妻の氏と住所、もう住所も氏もバラバラにしようという、別姓推進派の方々の意見が、入り混じりましてですね、2002年に法務部会で審査をお願いした時にはこの法律案はアウトで、討議決定もできず国会にも提出はされませんでした。その次に再挑戦をしたのは随分時間が経ってからなんですが、2020年に2回目、この全く同じ法律案を法務部会に提出いたしました。でもこの時は審査もしてもらえませんでした。まあ、よってこの法律案というのは、まだ自民党の政調会の法務部会にそのまま残っているものでございます。まあ、なぜこういう法律案が必要だと私が思ったかといえば、まあ、今男性も女性も両方ともご夫婦で働いておられる、ご家庭がもう圧倒的に多くなってます。まあ、そんな中で例えば、営業職でですね、婚姻前の氏をずっと使ってた方が、まあ、営業先に行って、名刺の、氏が変わってるということになると不便だよねとか、まあ、いろんな話もあって、まあ、それであればちゃんと、この婚姻前の氏を、使いますと、通称として使いますと届け出をした方に関してはもっと便利にしたいな、まあ、そんな思いがございました。で、実際に足掛け4年間総務大臣をやった間のたった1年だけを使って挑戦してみました。つまり、総務省が所管する住民基本台帳法ですとか地方自治法、また公職選挙法、消防法、放送法、
電気事業法などなど、全ての法令を、チェックしました。総務省が所管する資格ですとか、それから事務手続きをするときに、戸籍の氏しか使えないとなっていたもの全てを、婚姻前の氏、いわゆる旧姓、これで対応できるようにしました。婚姻前の氏、もしくは通称使用届を出していらっしゃる場合には戸籍名と、婚姻前の氏の併記、どちらかで対応できるようにしました。で、総務省単独で、変更できたものだけでなんと合計1142件でございました。これで総務省単独で、やってるような届け出ですとか、それから資格制度、これはもう全部結婚する前の氏で、やれるということになったんです。で、私は考えました。全部の役所の大臣が同じことやってくれはったら、別に結婚して氏が変わったとか、離婚してまた氏が変わったという時にですね、何の不自由もなくなるんやないかと、そう思いました。私は別に何か法律を改正したわけじゃないんです。全部の法令をチェックして、で、総務省からいろんな団体、ですとか、その事務をやってるところに通知を出しただけで、全ての手続き1142件がたった1年で、変更できました。この同じような、取り組みをぜひしてもらいたいなと思ってるのは、例えば金融庁でございます。これは金融機関に通知を出していただきたいと思ったのですが、私も結婚をして、山本早苗というのが戸籍、氏になった、そして、高市早苗を、通称名として届け出ていた。で、そうすると、もう住民票も、今併記になってますし、私も結婚してすぐに取ったパスポートも、山本高市早苗と、併記に、なっておりました。だからちゃんと身分証明はできるんですが、金融機関によってはもう戸籍氏しかダメよと、山本早苗の通帳じゃなきゃダメよという金融機関もあったし、で、どうぞどうぞ旧氏のまま高市早苗でどうぞという金融機関もあったし、多少バラバラ感があって不便だったなというのが、これは遠い昔の、話でございます。でも今もですね、8割の、銀行、ここはいいんですが、旧氏でも通帳、作ってくれる OK なんですけれども、残り2割はやはり戸籍氏ってところが残っているようですが、これも別に法律を変えなくても、金融庁から通知を出してもらって、例えば全国銀行協会ですとか、それから信用金庫ですねが多分6割ぐらい、今旧氏でもいいよということなんですが、これはこれで、信用金庫の団体がありますので、そこに通知を出してくれたら全部改善されると思います。もう一つは厚生労働省、年金の振り込みが戸籍氏の通帳にしかできないと、いった問題があるということを聞きました。でもこれもですね、厚生労働大臣がちゃんと、今でしたら住民票にも、山本高市早苗と併記で出てくるわけです。で、マイナンバーカードも山本高市早苗と併記で出てくる。で、運転免許証も今や山本高市早苗と併記で出てくる。そのように変わってますか。身分証明をする方法はいくらでもありますから、そういうものを持ってこられた方に関してはちゃんと、年金もですね、婚姻前の氏の通帳に振り込んでくださったらいいので、これも法律を変える必要は全くなくて、大臣がその気になって通知をしてくださったらいいと、いうことで、全部の省庁で同じ対応をしていただきたいなと、いうことを求めて、私は同志と一緒に活動を続けてまいりました。そうしますと、つい先般なんですが、6月10日付で、日本経団連から、要望書が出たと。これは、選択的夫婦別氏制度、これを実現してほしいという要望書がなんと、
経団連から出てきたということ、私はニュースで知りました。経団連の会長が総理のところにお持ちになったのか、法務大臣のところにお持ちになったのか知りません。私は別口ルートでこの、要望書を手に入れました。経団連の方の理由としては、働く女性の不便が解消できないとか、まあ、国際社会での活躍のために不便があると、まあ、いう、ことであったんですね。であと不動産登記が婚姻前の氏でできないということも書いてあるんですが、不動産の名義登記に関しましては、今年の4月1日から婚姻前の氏、つまり旧氏のままできるように変わっておりますので、ちょっと情報が古いかもしれません。また海外に出た時に自分の証明ができないという話も書いてあるんですが、パスポートはもう随分昔から兵器で発行していただけますので、まあ、これもそれほど不便がないと思ってます。まあ、すでにマイナンバーカード、パスポート、運転免許証、住民票、印鑑登録証明書ではもう戸籍氏と婚姻前の氏の併記が可能になってます。それから国家資格、これも内閣府の方で調査をしてくださったんですが、もういろんな役所が所管している国家資格が314あるんですが、まあ、全てで旧氏、婚姻前の氏、を使用することがすでに可能になっております。ですから、こういったことを皆さんにも知っていただいて、で、結婚して氏が変わって、な自分の、ビジネスや社会生活に不便があるなと思われたら、この通称使用届を出していただいて、免許証もマイナンバーカードもパスポートも、それから印鑑登録証明書も、運転免許証もいろんなものをこう併記にしていただくと、身分証明などでお困りになることは、ないと考えております。安倍、元総理も私も選択的だからいいじゃないかっていう議論、これに対していやちょっとそれはどうなんだろうと、慎重であった理由を申し上げます。これまでにも実は、国会にですね、選択的夫婦、別氏を可能にするための民法改正案が提出されたことがあります。一本は参議院で、これは当時の民主党から出たもので、一本は衆議院で立憲民主党から提出されたもの、二本があるんですが内容は同じです。でその中に書いてあったことなんですけれども、要は子どもの氏ですね、別氏夫婦の子はその出生の際に父母の協議で定める父または母の氏を称すると書いてあります。生まれた時にですね、お父さんとお母さんが話し合って、高市の氏にするか山本の氏にするかを話し合うと、協議が整わない時は家庭裁判所は協議に代わる審判をすることができると書いてあるんです。つまり民主党および立憲民主党が出してこられた案でもですね、やはり別氏になった夫婦がその子どもの氏を取り合って決められないケースが発生するということについては想定をされているわけでございます。ただ協議が整わないときは家庭裁判所がこれを審判するということになると、この争いを持ち込まれる家庭裁判所は一体何を基準に、生まれたばっかりの子どもの、氏を決めるのか審判ができるのか、ここが一番私にとって心配になったことです。戸籍法では出生から14日以内にですね、出生届を出す、つまり子どもの、出生届を出すということになってます。で今の法律であれば戸籍上は夫婦親子同氏ですので、もう出生した段階、生まれた段階で、もう子どもの氏は決まっていると、戸籍上のファミリーネームに決まっているということなんですが、
まあ、全く戸籍上も夫婦が別々の氏になると、まあ、子供さんが生まれてからどっちの氏にするかを決めなきゃいけない。例えば親権を争う裁判でしたら、まあ、これはこれまでも判例がありますので、あの法律に父親と母親どっちが子どもの親権を持つかっていうのは法律に判断基準は書かれていないんですけれども、まあ大概過去の裁判例では、子どもさんを養う、経済力があるかどうかで、子どもさんと過ごす時間を確保できるのかどうかで、子どもさんとの関わりや愛情、それから子どもさんの年齢によっては、子どもさんの意思で、またその親御さんの健康状態、また教育や居住環境、まあ、こういったものの要素を総合的に考慮して、判断してこられたと聞いております。だけれどもやっぱりこれ出生直後のこの氏を、夫婦が争っている場合には家庭裁判所がどのような審判をしたとしても、ご夫婦両方が納得できる理由を、まあ、示すことはできないんじゃないかなと、まあ、これが私の問題意識でございます。でまた夫婦同氏、という今の制度では実家のお墓が守れないというご意見もございます。でもお墓を守るかどうかっていうのは氏に関係なく、個人に対する気持ちの問題だと思います。私も、結婚をしてで山本早苗になりましても、当然、高市家のお墓には、お参りを続けておりました。やはり亡くなった祖父母や、亡くなった両親に対する気持ち、まあ、これをもって、お墓参りというのは氏が変わっても続けていくというものだと思います。まあ、お子さんも連れてって、やはり両方 のお父さん方お母さん方のご先祖様がつないでくださった命の尊さ、まあ、こういったものを伝えていく、感謝の心を伝えていく、まあ、お墓参りっていうのはそういうものなんじゃないかなと私は思っています。まあ、そういうことでどっちにしてももうその選択的夫婦別姓が導入されるのかされないのか、例えば岸田内閣がどういう判断をするのかで、法務大臣がどういう方針を示されるのか、私は所管外ですからそこは分かりません。まあ、分かりませんけれども、いろんなことを考えなきゃいけないと思っています。今でももうすでに、婚姻前の氏をですね、通称使用届をして、使ってらっしゃる方がいる。で、兵器の、まあ、免許証やマイナンバーカードやパスポートを持ってらっしゃる方もいらっしゃるわけで、まあ、その方々はそのまま、ずっと、この通称使用を続けられるんじゃないかなと思います。でそうすると世の中に、もう夫婦親子同氏、通称も使わないという、同氏夫婦と、それから通称は使えますと、戸籍は同氏だけど通称は使えますという夫婦と、それから全く戸籍上も別々ですという夫婦と、まあ、3種類の、夫婦が、まあ、出現することになります。まあ、余計なお世話かもしれませんけれども、第三者もうかなり、まあ、困る時期っていうのがあるんだろうなと思います。まあ、あくまでも立憲民主党から過去に、国会に提出された、法律案しか今参考にできるものがありませんので、まあ、それを見ますと今、同氏の夫婦でもこの法律が成立した2年間の経過期間は、別氏に変えることもできると書かれてます。そうするとその2年間の間に、あそこの家族は別氏になったのか同氏のままなのかで、お子さんの氏はどっちになったのか、まあ、そういうことっていうのは第三者からなかなかわからないことですよね。まあ、お年賀状を出したりするときにも多少困るんでしょうけれども、まあ、この提言書を出してこられた経団連のまあ、企業ですね、経団連の企業の中にもダイレクトメールを、送ってらっしゃる企業もあるかと思います。まあ、そうしますとその家族連名で、例えば山本太郎様、早苗様、そして、子どもさんの名前とこう連名で、書くようなフォームで、ダイレクトメールを出してらっしゃる企業、これは相手にとって大変失礼なことになります。つまり
まあ、私は山本早苗という戸籍であった時に山本早苗様で、手紙をいただいてもですね、これはもう戸籍の私の名前ですから、本当に喜んで、それを受け取ってました。で、通称名の高市早苗様で手紙が来てもそれはそれで私の通称名ですから喜んで手紙を頂戴してました。でも戸籍上も存在しない、宇治で手紙が来るとやっぱり多分不愉快だと思います。まあ、そうすると別氏になられた夫婦が別氏になられた、また子どもさんの字も変わられたことを、経過期間の2年間の間にキャッチできなかった、まあ、そういった企業からのダイレクトメールが来た場合にですね、まあ、私が例えば戸籍上高市早苗であって決して山本早苗ではないのに、まあ、主人とこう連名で何かダイレクトメールが来たとしたら、やっぱり戸籍上も存在しない、名前で、来ると、まあ、山本早苗という名前で、ダイレクトメールが来るっていうのは多分あんまりいい感じがしないんじゃないかなと思います。まあ、かなり様々なところに、まあ、影響っていうのは出ると思いますので、まあ、第三者の方が、まあ、かなり煩雑な、作業をしなきゃいけないってことも少し、考えて、配慮してほしいなと思っています。まあ、これ内閣でどういう方針になるか分かりませんので、まあ、賛成だとも反対だとも、明確にはできないことかもしれませんが、まあ、私は経団連さんが出してこられた提言、まあ、単にこの女性の活躍に不便だとか国際社会で、不便だというような理由であれば、まあ、私が書かせていただいた、法律案、まあ、これを成立させるだけで、まあ、全ての国の機関、地方公共団体、公私の団体、事業者、がですね、届けを出された方はちゃんと、給仕で大丈夫ですよということになるわけでございますので、何の不便もないんじゃないかなと思ってます。あともう一つ、何としても夫婦別姓をと運動されている方々、まあ、政治家も含めてですが、まあ、その方々から聞こえてくるのは、そもそも戸籍制度をなくしちゃえばいいじゃないかという声でございます。安倍元総理と私が心配していたのはこの点でございます。まあ、つまり日本の戸籍制度っていうのは、これは世界に例を見ない、世界に誇れる見事なシステムでございます。つまり重要な身分関係を明確にするために血族、姻族、配偶関係を記載した、公募なんですが、新しい戸籍と古い戸籍、旧戸籍の双方に相手方戸籍をこう特定表示するということができますので、相手方の戸籍を相互にこう作出できます。だから両方の戸籍を連結する、という、まあ、記載も可能ですから、無限の親族関係をこう広がり、その広がりを証明することができます。だから戸籍の交渉力、まあ、公に証明する力、というのは非常に強いものだと言われています。遺産相続の 分割協議手続きでも、隠れた法定相続人の存在を確認するような時にも戸籍が使われます。で、戸籍っていうのは近親婚を防止する、それから生まれました、出生、死亡、離婚で任意認知、また母子家庭の児童扶養手当、それから障害児童、障害をお持ちの児童の特別児童扶養手当、それから母子父子、今時は父子と書きます、母子父子、家父福祉資金の貸し付け、まあ、戦没者遺族に対する特別弔慰金、それから成年後見の申し立て手続きで、家事調停事件の手続きなど、まあ、さまざまな場面でこれは行政や司法の基礎となってます。例えば20年以上婚姻関係を継続しているご夫婦の間で居住用不動産を贈与した場合の配偶者控除の制度でもですね、この戸籍によってちゃんと20年以上、婚姻関係があるんだなということが分かります。まあ、そうすると、まあ、他国には例を見ない戸籍制度だから廃止するべきだじゃなくて、
他国に誇れる優れた制度だから守り抜くべきだと私は考えております。よくこの夫婦別氏という話になりますと、戸籍上も別々にするんだよっていうのと、あと通称使用、戸籍は一緒なんだけど通称使用するんだよって、この辺がごちゃごちゃになってしまう、イメージとしてですね、ごちゃごちゃになってしまっている嫌いもございますけれども、そうではなくて、今、通称使用届を出すだけで、国家資格は全て、旧姓で旧氏で OK、 婚姻前の氏で OK です。だから全部の、行政組織そして団体などがこれに対応していただけると、おおむねの不安、不便というものは解消できると、私は確信をしております。というようなことで、これは賛否両論皆様終わりだと思いますけれども、とっても重いテーマでもあります。選択的だからいいんじゃないのっていうご意見もあれば、やっぱりファミリーネームは戸籍上維持して通称を使えればいいんじゃないのというご意見も様々だと思いますけれども、一回みんなでしっかりと考えてみなきゃいけない、立ち止まって考えてみなきゃいけない、重い大きなテーマでもあると思いますので、今日は私の意見をお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。美しく強く成長する国日本、皆様と共に作ってまいりましょう。高市早苗チャンネルをよろしくお願い申し上げます。